7月15日金曜日の全国の天気をお伝えします。今日は九州付近に前線が停滞し、暖かく湿った空気が流れ込みます。西日本から東北の広範囲で雨が降り、ざっと強まったり雷を伴う恐れがあります。特に九州では大雨となる恐れがあり、道路冠水や河川の増水、土砂災害の発生に警戒が必要です。その他のエリアにかけても雨による災害の発生ご注意ください。北海道では道北を中心に日差しが届きますが、その他のエリア雲が多いです。渡島半島を中心に雨が降りやすい天気となります。沖縄は日差しが届いたり急な雨が心配な不安定な天気となる予想です。各地雨が降ってもあまり気温が下がらず、今日も蒸し暑い一日となりますので、熱中症にもお気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけますので、ぜひご確認ください。